坂と港と路面電車と北風の街、この街で僕はある一つの体験をした。不可思議な猟奇人間の国と戦慄とが交錯する夢との現実とのつながり。おう、ヨシヒコ、ケンタ。なあ、タバコを持ってる？吸わないから。あ、そうだっけ？タバコぐらい自分で買えって。ほんと、ケチだな。いや、それはそうとさ。おい、今夜の合コン来るんだろ？え、合コン？これだもんな。俺たちと例の女子大 OG との合コンだよ。こんな大切なこと忘れんなよ。おい、用事あるから。ダメダメ、彼女たちには5対5の合コンだって言ってあるんだから。そう、そんなこと言うやつは最後まで付き合ってもらうからな。そうそう、勝手に抜けられちゃ俺たちが迷惑なの。付き合い悪いと友達なくすよ。なんかさ、合コンって気分じゃないんだよ。そういえばお前、最近ノリ悪いよな。こっそり彼女でもできたんじゃないの？違うよ、そんなのいねえよ。じゃあ好きな女でもできたとか？違うよ、そんなんじゃねえよ。どうしたの？顔真っ赤にしちゃって。
だっ、なんだこんな真夜中に。誰だろう。お休み中のところ申し訳ありません。はあ、何かご用ですか。あなた、桜木香織という女性をご存知ですか。隣に住んでる。香織さんがどうかしたんですか。2時間ほど前、病院に収容されまして。事故ですか。怪我はひどいんですか。ええ、外傷は別段。ただひどく記憶が混乱しているようで。教えてください。どこですか。香織さんのいる病院はどこですか。お隣の大学生、おはよう。え？ 4、5日前の夜？いや、恥ずかしい。見ちゃったの。そう。もちろん恋人。たかし、伊達たかしって言うのよ。彼、海外出張多いから、久しぶりだったの。へえ、いないんだ。じゃあ、素敵な彼女ができたら、真っ先に教えてね。私も、彼が、プロポーズしてくれたら、真っ先に君に教えたい。一体何があったんだ？誰だね、君は。目立った外傷もなければ、脳内出血などの頭部異常も見られない。おそらく彼女は、心因性記憶喪失。心因性記憶喪失？
ねえ、伊達隆ってさ。隆。香織さん？